こちらの話題に移りましょう。このニュースですね。コンビニ全食品に軽減税率、財務省店内飲食禁止が条件ということですけどね。これだとミニストップとかだと困るんですけどね。はい、深入り参りましょう。共同通信によりますと、来年10月の消費税増税時に外食酒類を除く飲食料品に導入される軽減税率をめぐり、財務省は4日までに椅子やテーブルを置くコンビニやスーパーなどのルールを固めました。店内飲食の禁止を明示し、休憩所として運営することを条件に、持ち帰り販売と区別せず 8% の軽減税率に統一できるようにします。その場で飲食する前提のイートインコーナーを外食と扱う方針は変えず、増税後の 10% を適用するということです。イートインは顧客の人気を集めており、業界団体は2つの税率を使い分けてサービスを続ける意向です。ただ客の税負担増や煩雑さを敬遠して飲食禁止に切り替える店が現れ、混乱する可能性もありますということなんですがね。これ休憩所ってことはあれですか、買わないでずっといてもいいってことですか？いや、そういうつもりではないんでしょう、ね、いや、だってそうでしょ、まあ、その文字面通り受け止めればそういうことで、俺休憩してますとか言って、そういうことになりますよね。もうそこで朝行って休憩しますとか言って、もうずっとスマホとかこんなやったりとかして、動画とか見ながらずっと夜まで行っていいんですかね、で、あ、ちょっとお腹減ったなとか言ってなんか買いに行ったら、それちょっと外で行って、外でこうやって短縮して、また、はい、食休みとか言って休憩して、サンズのおやつも買って外で食ってまた戻ってくればいいってことですか？理屈の上ではそうなりますよね。ですよね。ねえ、どうなんですか？ね、もしくは俺はここで食うぞ、だから消費税取っていいよって言っても多分システムが対応しないですよね。どうするんでしょうね。休憩所で俺食いますからいいですよ、税金 10% でいいですよって言った時どうするんですか、コンビニの誰がこういうことを言い出すんですかね。もうすげえいろいろ突っ込みたくなっちゃうんですけど、ダメなんですかこれ。高速かって感じですね。おやつは500円までみたいな世界になってきましたよ。大丈夫なんですかこの国は。いや本当にそうですよね。お前さ、財務省のやつさ、ちゃんと東大とか一応行ったんだろうと。いや大丈夫お前ここみたいな感じですよね。まあ、漫才のネタでもよくね、その小学校の遠足でバナナはおやつに含まれるんですかとかって、ね、いやありますけど、そういうレベル以下の話じゃないですかね。やっぱりね、ラーメン一杯まともに言ったことないやつが経済政策作るとこういう感じになるんですね。トンチンカンですよね。トンチンカンですよね。増税するとまたね、これね、若年世帯ほど貯蓄に走るんですよ、はい、増税するぞするぞするぞっていう圧力をかけるから、だからみんなが消費しないんです、はい、将来が不安だから消費しないんじゃないんですよ、うん、増税が不安で消費しないのね、だもう増税500年ぐらいやめますって宣言すれば、うん、みんな安心して金使うと思いますよ、うん、お金か回らなきゃ意味ないですよね、そうですよね。それは若い世代子育て真っ最中世代、ね、なんですよ。そうなんですよ、貯蓄しますよ。そうするとね、社会保障で税金をどうするんですかとかまたバカが始まるわけですよね、はい、財源は経済成長だよ、うん、アホがってなんですよね、うんうん、であとね、あの前から言ってますけど、日本の医療費の問題、はい、これね、10月の、26日かな、岩盤規制という本を私は出すんですけども、あの、その中でデータを調べました、調べたところですね、日本の場合ね、まあ、1万人とかまあ10万人あたりで、まあ、1万人あたりかな、1万人あたりの病床数というのが、OECD 加盟国のね、軽く3倍以上とかなんですよね、ベッドの数ですね。ベッドの数が、日本人そんなに病弱なのって、うん、思いますよね。それからね、 CT スキャンとかね、うん、ああいうのあるでしょ、これもね、 OECD 加盟国の軽く3倍以上、人口1万人あたり、日本人ってそんなに CT いっぱい取らないと、ダメなのって思うでしょ、なんでこうなっちゃうのって話ですよ、はいはい、それはその医療業界の、まあ、マーケットメカニズムをですね、政府が介入して歪めているわけです。で、病院の方はその政府に与えられた仕組みの中で何とか儲けを出そうと思って一生懸命やってて、結果的に何が起こってるかというと、現場の看護師と医師にものすごく負担かかってます、もう彼らの献身的な努力なくして、このむちゃくちゃなこのマーケット、デザインのですね、維持がありえないというような状況に今日本はなってるんですよ。どう介入してるんですか？あのね、簡単に言うとですね、医療費の、医療費の金額というのは掛け算で決まります。はい、金額かける利用料、ね、P かける、M かなんかなで決まるんですよ、うん、はい、で金額を今、診療報酬制度でコントロールしてますよね、日本はね、でしょ。でなおかつその利用者数っていうのは全くコントロールしてないんです、はい、ってことは儲けようと思ったらどうするか、
金額は上げられないでしょ、値段上げられないから、ね、もうたくさん受けるしかない。そういうことになりますね。薄利多売みたいな。つまりその、まあ、患者さんをこういう表現してはなんですけども、いわゆるお客を増やすしかない、はい、お客を増やすしかないですよね。でお客にもうあのじゃあ病院でたくさんこうサービス使ってもらうにはどうすればいいかというと、ベッド作ってそこに入れちゃう、そうするといっぱい病院の検査使いますよね、CT いりますよね、CT の要因ですよ。そうなの、病人作っちゃうんですよ今の仕組みだと。怖いシステム。そうなの、で本当にその人をじゃあ入院させていいのかどうかっていうよりも、病院の採算のために入院させるみたいなインセンティブが働きやすくて、でこれ医療業界では超有名な話なんですけど、ベッドが増えた分だけ医療費増えるんです。そうなんです、これもう全世界的に相関が取れてて、人口一人当たりのベッド数が多ければ多いほど医療費増えます。だからまあ誤解を恐れずに言うと、ベッドが増えると病人増えるって感じね。これが一応一つの問題点、はいはい、でもう一個がね、EBM っていうんですけど、はいはい、あのエビデンスとベースと、メディカルかな、はいはい、あ要はあの、根拠に基づく医療ね、はい、でその風邪でね、病院に行った時、薬何種類ぐらい出ます？抗生物質と解熱剤とか、なんか2、3出ますね。ですよね、私なんてこの間行った時ね、5種類ぐらい出ましたから、それに漢方薬まで出ましたから、ね、漢方薬まで処方してくれるんですか。なんかさ、老人みたいね、もうジジイですよ。おじさんとおばあさんのもうちょっとあの、いや本当は僕としてはね、別のウイルスに感染してるのでね、それの発症を抑える、その話はいいじゃないですか、ね、ちょっとなんか発症仕掛けてるんでね、本当に今日ももうここも本当もうあの血だらけですから、今これやると全ても朝もうちょっと変な人がいて、どうしたんですかって言ったら、うわーってもうガブってやられたの。着替えてきましたから朝。戻してください、話を、はい、すみません、はい、お願いします。そうそう、それでね、薬すげえ出るじゃないですか、でそれじゃあ飲んで風邪治んのって話ですよ。風邪治す薬ってないでしょ。で大高さんすごいいいこと今言われたんですけど、まず抗生剤出たってでしょ、はい、ウイルス性の風邪にさ、抗生剤って抗菌薬でしょ、菌殺す薬効くのかって話ですよ、ね、逆に昔はほら風邪の効用でね、風邪をこうやり過ごして免疫力高めるっていうフォーカスもあったじゃないですか、ですよね、だからその本当にその必要な医療ならやってもいいんですけど、風邪に抗生剤出すみたいなことで医療費上がってるとしたらやばくねって話なんですよ。患者が作られてるっていうその医療業界のねお話を伺ってて、はい、あの地方であの小規模の私立大学が文部科学省からのその助成金とその、の満たすために定員をね、明らかに学力の水準に満たしてない、例えば外国からの留学生を無理やり入れちゃって、うん、その一定数学生数を、はい、確保したっていう話と似てませんか？似てます似てます。だからそうやってね、あの政府が介入すればするほど市場が歪んでですね、でインセンティブがおかしくなるんですよ市場の。で今の補助金の話もまさにそうで、あの補助金をもらうためのビジネスみたいな感じになってるんですよ。でも補助金って俺たちの税金だろうと、でそれ使ってじゃあなんかいいことあんのって話ですよね。ですよね、本来税金ってそういうみんなが使うインフラとか ね、みんなが使うそういう、まあ、無形固定資産、例えば教育とか、はいね、みんなに恩恵があることをやるべきなのに、うん、なんかもうそんなことやると特定の人のなんかおまんま食うための利権みたいになっていくんですよ、そうですね、なんですよ、なりますよね。なので、まあそのちょっとその医療の話に戻すとね、うん、あの EBM と、はい、それからその、まあそのマーケットデザインですよ、この2つがね非常に大きな問題、まあ、もっと細かくいっぱい問題があって詳しくは僕の本に読んでもらいたいんですけど、はい、そういうのがあるんです、だ医療費ガーって言ってるんだからまずそこメス入れなきゃと、ね、風邪で言っても抗生剤絶対出ませんみたいな、そういうのやってよと、ね、それは医薬品メーカーとさ、医者は点数でね、まあ、医者の点数っていうのはちょっとかわいそうなんですよ。医者はそういうだからその薄利多売やらざるを得ないような状況に追い込まれてるんで、もう採算取るためやらざるを得ないので、お医者さんと現場の看護師には何の責任もないんですよ。インターンの人なんかものすごい、そうでしょ、ハードなね、これね、だからね、あのね、特攻を命令したやつと特攻隊の関係と一緒、あははは、そう、もうあんな作戦やらなきゃいけないような状況に追い込まれてる時点でもう、ね、とっくに壊した方がいいんですよ。なのにもうそのね、悪あがきであんなもん考えて若者無理やりやらせるわけですよ、うん、で命令したやつは一人ぐらいしか突っ込んでないでしょ、うん、あとのやつはのうのうと戦後も生きてたわけですよ、ね、あの黒島亀と、ね、亀と、はい、ろくでもないですよね、あんなね、うん、山本五十六の副官だったやつ、大西武次郎、はい、ですから大西さんはむしろ黒島さんの罪を
その背負ったというか被った部分がありますよね、うん、だってあの作戦だって最初に言った時にね、九死に一生だったらまだ作戦と言えるけど、これは十死冷静で、こんなものは作戦と言えないって最初ものすごい反対意見出るんですよ、海軍から。下道の下道だと、こんなもん作戦じゃないと、作戦だってね。でその下道をやったわけですから、命令したやつは下道ですよ。でも亡くなったその特攻隊の兵士の方っていうのは、もう本当に日本のためにね、頑張って亡くなったんで、彼らを責めちゃいけないです。だからまさにこの医療問題と同じです。もちろんですね。この医療のマーケットデザインやったやつが悪いんですよ。医者は悪くないんですよ。こういうちょっと複雑なことができないです、バカな人はね。だからそれが問題なんですよ。だからそのまあごめんなさい、軽減税率からそのね、増税が必要だとか言ってるんですが、医療費がとか言ってるアホが言ってたんですけど、こういうのまずメス入れないでおいてね。で、はい、税金だけたくさんじゃあそこにぶち込めば、うん、ね、問題解決するから、はい、絶対解決しないんですよ。そうです、ね、ザルで水すくってるみたいな状態になるので、根源的な、ね、そうでしょ。でなんでこれしないのと思うんですよね、はい、霞が関ってろくでもない、ろくでもないんですよ。だからもう学力エリートの限界なんじゃないかと思ってるんですけど、僕前から言ってるんですけどね、マスコミそこにメス入れないですよね。そうなんです、彼らはね霞が関からね、まだ盛りかけだと言ってるから、まあ切れるんですけど、切れますよね、うん。視聴者の方からメール頂戴しましたので読ませていただきますね。昨日都内のビジネス街に行ったら、コンビニのイートインがサラリーマンで、満員でした。オフィスの状況、お財布の状況にもよりますので、ありがたい人が多いんだなと思いました。イートインなくなったら高校生なんか懐かしのジベタリアンが増えそうで嫌だなというコメントをいただいております。どうもありがとうございます。本当です、引き続き応援してください、はいはい。一応宣伝させてもらうと、はい、うちのジムはですね、ファイトフィットはですね、はい、別にトレーニングしないでも、中で飯食うだけに寄ってもらってもいいんですよ実は。でパソコンブースとか椅子もあるので、お昼休み、仕事場の近くにファイトフィットある人はちょっと寄っていただいて、コンビニで買ったもんそこで食っても OK で、実際練習終わった人飯食ったりとか、俺もジュース飲んだりとかしてるので、そうですか、できますので、もしイートイン叩き出された人はファイトフィットへゴーみたいな、商売上手、六本木近辺の方は六本木駅の真上にファイトフィットありますから、飯食う目的だけでも、月々8000円ですからね。そうです、トレーニングもできますの でシャワーもついてるので、夏とかシャワー浴びて帰ってもいいですよ。タオルもレンタルしてますので、8000円、月々8000円買い放題です。いやもう常連さん、なんかね、はい、普通のボクシングジムよりお安いんじゃないですか。安いです、はい、ね、しかもいつ来てもいいですから。いや平日朝7時から夜11時までやってます、はいはい。ファイトフィット、はい、常連さんのファイトフィットジムにね、はい、皆さんご入会ください。はい、お待ちしてます本当に健康のために、はい、健康のために、ね、そして休憩もたっぷりできます。休憩たっぷりできますコンビニで 8% の税金で買ったやつをファイトフィットで、ちなみに言うと六本木のファイトフィットってファミリーマートの隣なんですよ。マジでファミリーマート側にね入り口があって、ファミリーマート側にガチャッと開けるとファイトフィット行けるので、六本木のファミマで買ってちょっと買ってすぐ帰ってきて、そうそう、ファイトフィット六本木ステーションで飯食うみたいな、これセーフです。あ、いいですね。で食べちゃったってまたカロリー消費してもらって、外ですから。そうそうそうなんだ、そうだよ、六本木の駅の真上、ラピロス六本木の B1 の、はい、ファミリーマートは大丈夫です。あそこは実質的にした問題かな、ファイトフィットをイートインコーナーに使っていただいて、そうです、会員限定なんですよね、すみません、会員になってください。今体験受付中ですけど、はい、じゃあ今なるなら六本木店でぜひ、六本木店優先的に会員になっていただければと、はい、駅徒歩30秒ですから、はい、あ、すごい、濡れずに来れますか、あっという間じゃないですか、はい、3番出口直結なんで、ね、ぜひ来ていただいて、はい、皆さんファイトフィット、これが生徒来ないともう首くくるようなんですよ、すみません、首吊らなきゃいけないです。じゃあ今入るなら、お兄さん来ないと首吊らなきゃいけないですよ。今入るなら六本木店で、今なら2ヶ月無料です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さあでは